我が輩に従え、悪鬼退散。退散。早く退散を。ベルニー、ベルニア、ベルニア。しまった、天君がなんかヤバそうだぞ。近くに人もいるし、オイラたちも加勢しよう。試練満員だよ。我が剣よ、影に従え。そんな、禁忌滅却の札が効かないなんて。ヒルチャールのまとってる邪気がまた強くなったのか。禁忌滅却の札、なんかどこかで聞いたことあるような。そうだ、それだ。仙人の目印だから、きっと仙人の力が残ってたんだ。あれを使って魔物を退散させてたのか。君たち何を言ってるんだ。これはただ昨夜眠れなくてだな。戦力がまだ目覚めていないだけだ。もう一度チャンスをくれれば。また邪気をまとったヒルチャールがそっちに行ったぞ。今度は任せてもいいか。我が輩は体調が優れない。さっき戦力を使いすぎたせいかもしれん。そうでなければこんな夜間ごとき。チェ、やっぱり嘘つきだったのか。見事に当たったな。旅人、オイラたちで追いかけよう。元素資格を使えば追跡できるぞ。お前たちか。お前たちのことはよく覚えている。ここ一帯で妖魔に疲れたものを片付けていたんだが、どうやら邪魔したようだな。あれ、なんだか素直になってないか。ここで妖魔退治してたのか。邪魔なんかじゃないぞ。この魔物が変異したのも、我を取り巻き我を汚染する合掌の仕業だ。変異合掌。あれ、もしかして。確か章には御法夜叉っていう別名があったよな。そういうことだったのか。かわいそうな章。ああ、数百年前のくだらない物書きが書いたザレ言か。諸行無常、一切皆苦。同情と涙は、夜叉の意志には必要ない。我の亡き同志たちも、後世に語られるために戦ったのではない。ごめんなさい。構わない。まだ邪気が強くなってきている動点がある。もう行く。オイラたちも連れてってくれ。絶対役に立つから。必要ない。我は一人で行動する方が好きだ。それに変異の原因が我であっては。さっきのお詫びに。ダメか。
ついてこい。じゃあずっと長い間ご師匠の苦しみに耐えてきたのか。苦しみは代価、接合を犯した償いだ。覚悟はできている。ただここ数年ご師匠が溢れ出し、聖者にまで害を加え始めた。我は反省しなければならない。準備ができたら行くぞ。あの妖魔たちを長く放っておくわけにはいかない。ここの邪気はなんだか身の毛がよだつぜ。西洋ナブを使いここの御所を立つ。平常心を保つことに集中しろ。魔人の邪念に飲み込まれるな。消えよ。行くぞ。
いえ、くらえ、せた、ここだ、ここだ、せ、無能、へっきゃ、妖魔に疲れた奴がこんなに、少しでも遅れてたら大変なことになっていた。さっきお前たちが言っていた達成革新天君とは何者だ。おいらが説明しよう。願いを叶える仙人などに騙される人がいるなんてな。仙人である将には願いを叶える力ってあるのか。昔のリーユエには浪説して得ようとする者はいなかった。数千年前のリーウェイの民が必要だったのは自分たちの住むところを守る力。でも今の時代の人々にとっては願いを叶える仙人の方がいいんじゃないか。この時代がどれだけ軟弱であろうと我とは関係ない。我は帝君の意志に従うのみ。おいらまた間違ったことを言ってしまったみたいだぜ。そうだ、あの偽仙人は禁忌滅却の札っていう魔を退治できるものを持ってたんだ。そんなもので退治を愚かな。消さずして退治など通りで全てここに集まるわけだ。このままでは我の手に負えなくなる。禁忌滅却の札をそいつの手から回収する。やっぱりオイラの仲間だぜ。オイラもそう思ってたんだ。オイラたちを騙したあいつを懲らしめてやらないと。ちょうどこっちには正真正銘の仙人もいるしな。将が手を出せばもう二度と仙人を名乗れないと思うぞ。いや、我が討つのは妖魔のみ。人は殺さない。いや、殺すとは言ってない。確かにそいつが悪行をやめればリーウェにとっても有益なことだ。我に無誘諸教法という術がある。本来は眠りについた魂と体を引き離すのに使うが、これを応用すれば他人の魂を呼ぶこともできる。これを行うには儀式をする必要がある。悪いが香炉を一つ、七星灯を七つ、それと温度を下げられるものを少し用意してくれないか。温度を下げられるもの、あ、無氷花とかがいいんじゃないか。でも香炉と七星灯はそこら辺に落ちてるものじゃないよな。天光山南部の道路脇に夜叉石像が2体あるのは知ってるか。リーウェイの先住民がその近くに寺を建て夜叉を祀っていたんだ。そこでなら祭事に使われていたものが残っているかもしれない。全てが揃い夜が来たら夜叉石像で我を待て。やり方を教えてやる。